皆さんこんにちは。2021年、えー、社会保険労務士カバシマ道場全科目究極ファイナルチェックの第一回目です。科目はですね労働基準法から徴収法まで五科目ということになります。担当レクセン人講師のカバシマです。よろしくお願いいたします。はいそれでは始めてまいりましょう。 えーまあ、この道場はですね、えーまあ、全科目を対象にしてですね、まあ、試験、本当にもう、直前時期ですよね、この超直前期に基礎論点をですね、とにかく確認しようというものでございます。全3回で全10科目を見ていくということです。まずは第1回目なんですけども、その10科目のうちのです、ね、5科目が集結する <laughs>、はいえー、なかなか忙しい回ではありますが、労働基準法から始めてまいりましょう。はい えー、空欄2択チェック形式で行う,う、ものでございまして、まあ、えー、文章の中にですね、えー、説問があって、えー、ま1か丸2かどっちか選んで、えー、進んでいくということで、まあ、論より証拠進めてまいりましょう。結構ね、世話しないです。はい。あのー、こうやって喋ってるね、時間もちょっともったいないぐらい。えー、ということで、早速始めてまいります。えー、行きましょう。まず1問目。 えー、これはのタイトルですね、えー。労働条件の原則と。で、1問目ということでいきます、えー。労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであると、えー、いうことで、はい、えー、その後ね、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下はい、どっちが答えでしょう、えー。ことはもとよりその向上を図るように努めなければならない。説問は1つ。うーということで答えは、まる1番です。 はい、低下させてはならない、えー、ことはもう当たり前で、えー、むしろその向上を図るようにでここ語尾は最後の語尾は務めなければ、えー、ならないということでこれは努力義務なんですよね、えー、ということこの労働条件を低下させちゃいけないというのはもうこれはもう絶対禁止規定と、えー、いうような表現ですあ絶対って言っちゃったけど、えー、下の星印この基準を理由としてというね、はいえー、この基準を理由として えー、という言葉に関してこれ通達が出ていて、えー、これ。 労働基準法に規定があるということこれがその労働条件低下の決定的なね理由となっている場合を言いますだから他に理由があれば法違反ではないよっていう話、まあ、こういう,うな感じで問題をちょっとこう補足するときに星印で下にあの補足をしているということただねこれちょっと先ほど申し上げたように時間がありませんので一応これあの資料として載っけておきますけども基本的に授業の中では触れられないと思ってください はい、えー、そんな感じで、えー、次の問題に行こうと思いますはい、えー、次2番、えー、テーマ強制労働の禁止、えー、テーマもねもうあの、えー、言わないのではいこれを最後にします、えー、2番はい行きましょうほう えー、労働基準法5条は強制労働を禁止、えー、しているが、労働者の意思に反して労働を強制してはならない、えー、とは、えー、ということで、はい、えー、これね、あの、法5条に、えー、まあこういう言葉が最後あるわけですけど、労働者の意思に反して労働を強制してはならない、えー、とあるんですけども、これは、はい、えー、労働者が現実に労働することを、はい、答えは、丸2番です。必要としてはいません。はい、えー、ということ。 すなわち、はい、下の星印使用者が労働者の意識ある意思を抑圧して労働することを強要したものであれば、ね、その意思の抑圧のレベルでこれ強制労働に該当するんだということ、ねえー、ということを必ずイメージしておきましょう。はい、さ次に参りましょう3番です えー、はい3番、使用者、えー、とは、えー、事業の仕たはなんちゃらということで、これ使用者の定義ですよね。えー、使用者の定義は3つあって、1つ目が事業主、えー、2つ目が、はい、事業の経営担当者です。そ、えー、その他そのの他事業の、はいその後 そのの事業の、はい、丸1労働者に関する事項について事業主のために行為をする全てのものということで、まあ、労働者に関する事項についての、まあ、いわゆる業務のことを労務、えー、というふうに言うわけなんですけど労労務務ととかか管理とかね、はいえー、例えば部下が一人でもしっかり責任と権限を持って労務管理を行っているのであれば、えー、役職とかにかかわらずその人は使用者となるうということ。 ね、えーまあ、それ下の星印にも書いておきましたけどはい、えーね、役職名とか関係ないんですよと形式主義ではありません実態で判断するんです、はい、じゃあここはこれで終了次行きましょう4問目はい、えー、4問目、えー、です、はいえー、これ平均賃金をテーマとする問題ですけど、はい、例えばとおという事例の問題です 例えば年俸額を定めて各月毎月ね毎月16分の1ずつ払って年2回のですねボーナスの時期には16分の2ずつを支払うケースまあこういうの16分割制と言いますけどもはいこのケースにおける平均賃金の算定については賞与部分を含めた年俸額のはいということではいこれ答えは丸 1> 1ですね、はいえー、商用部分を含めた額、ね、含めた大きな年額ですね、えー、それをお12で割ったものを1か月分とするとおいうこと。 はい。まあ、16分割で毎月のその給与の部分としては16分の1ずつ実際には払ってはいるけどもはい。まあ、それは要するに、えー、給与の部分とボーナス部分と分けるっていうまあその16分割制を導入するうもうですね12分割制を導入するのもその企業の自由なわけですよね、えー、その企業が勝手にやってることなのに、えー、平均賃金という法律のね話してみたときに16分割を適用するのはおかしいよね、えー、ということ ですので平均賃金を出すときには賞与部分も全部足したものを12で割って1ヶ月分として考えるということ、はいえー、これを意味しています、はい。ということで答えは1番でした。まあ、平均賃金はね下の星印にもあるように3ヶ月の賃金総額をその期間の総歴日数で割ったものということですよね。 えー、そしてその下にもありますけれどもそれぞれの算定重発生日ということでそもそも、えー、平均賃金は労働基準法の規定5箇所でしか登場しないという,う話、えー、これも必ず頭に留めておきましょう次です、えー、テーマ5番、はいえー、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はそ,うその部分について無効ですよねでその無効となった部分どうなるかということで答えは、えー、丸二番 労働基基準準法でで定めるるるにによよ決まってるよ、ねえー、といいねととうことです、えー、労働条件の最低基準を定めた法律それが労働基準法ですので、はいえー、だから労働基準法の最低基準にまで自動的に引き上がるんだということです次いきましょう6番、えー、建設工事など有機事業において仮にその事業期間が6年である場合労働契約期間の上限は、はい、答えは6年 ○2、e、が正解です はい、あれ5年超えてるけどっていう話なんですけども有機事業の場合はその事業完了までの契約認められてるんです5年を超えてても OK です、はい、5年を上限とするのは下の星印にもあるように高度の専門的知識を有する労働者との契約もしくはあ60歳以上の労働者との契約これが3年を超え上限を5年とするタイプでしてねはいさあ次に行きましょうその下7番はい、えー、労働条件の明示です はい、えー、昇給ーこれははい、えー、どっちはい答えは丸 ① 昇給というのは絶対的明示事項をに入る該当するものなんだけどもまあ、普通絶対的明示事項と言ったら書面でね、えー、明示が必要なんだけどもでも昇給ははい、えー、書面の交付はいらないんですよねということですさあ次に行きましょう8問目 はいえー、です使用者は、はい、労働契約の不履行について違約、えー、金を定めまたはなんちゃらをしてはならない、はいえー、これ労働基準法第16条の話なんですが、はい、答えは、はいえー、答えは丸2損害賠償額をあらかじめ、ね、予定する契約これをしてはならないということ別に労働者に対して損害賠償請求しちゃだめとは言ってないんですよねですから答えは2番、はい、次に行きましょう9問目 はいえー、使用者は労働者が業務上負傷したために休業する期間およびその後30日間は解雇の制限がかかるが、はい、療養開始後なんちゃらを経過し使用者が平均賃金の1200日分のなんちゃら保証を支払う場合はとこ説問2つということですね、はいえー、その場合には解雇制限が解除されて、えー、制限解除ってことで要するに解雇があの可能になると解雇できるようになるということ、はいえー、解雇制限解除の話 さあ1つ目は1つ目は丸二3年ですね、えー、療養開始から3年経過していて、はい、使用者が平均賃金の1200日分うというこれを何ぞやって話ですねこれは丸二打ち切り保証と呼ばれます3年経過プラス打ち切り保証を支払う場合には解雇制限が解除されるこれは解雇制限解除の1つのパターンもう1つのパターンは下の星印もう1つのパターンは、えー、天災事変ですよねこれがキーワード えー、でちなみにこっちはですね監督所長の認定が必要ですはい説問9番の方はこれ、えー、監督所長行政官庁の認定はいりませんので打ち切り補償のケースはねはいさあ次に行きましょう10番はいえです10番「解、は、雇、いえーえー、予告の適用除外」というテーマねはい、えーまあ、いわゆる臨時的性質の労働者については解雇予告はいらないっていう話ですがはい、えー、さあこれどうでしょう 10番「試みの使用期間中のものは解雇予告規定が除外されるがはい答えは、えー、丸1ですね14日を超えて引き続き使用された場合にはやっぱり開口予告が必要だ」という話「はい、えー、試みの使用期間中のーケース」ーで、まあ、14日を超える場合にはやっぱり予告が必要だということ原則的にはね予告規定は除外されるんですけども14日を超える場合は例外だということですはいさて、えー、次に行きましょう11番 はい、11番、これはどうでしょう、はいではあ、スタートが質問ですけれども、はい、えー、どっちでしょうね、では、はい、通貨払いの原則の例外を適用することはできないと、はい、えー、できない方を選ばなきゃいけないですから、はい答えは、はい答えは,あ10う失礼答えはあ1番ですね、えー、労使協定。 労使協定だと通貨バレーの原則の例外を適用することはできないそう労働協約が必要ですもんね、えー、下の星印ということになります。一、はい、つ目の星印は ちょっと違う意味だな労働組合が組織されていない事業上だと労働協約が存在すること存在しないことになりますのでこの場合には通貨払いの例外これ制度化労働協約による例外を制度化することはできません労働協約というのは必ず労働組合が必要ということになりますからねはいということ さて、えー、あと、ね、下のまあ 2, 2つ目の星印にも書いてありますけども、通貨払いの例外、えー、の概念の一つとして、一、えーまあ、つであり重要な一つとして、はいえー、このね、あの、 おあごめんなさい、質問もう1個ありましたね、失礼しました。はいえー、そうこれがあ、ちょっと今、私が話したかった話ですけれども、えー、これ、金融機関に対する預金または貯金への振り込み、ね、いわゆるあの金融機関の口座への振り込みですね、はいえー、これ、必ず、うはい答え、丸一ですね、えー、労働者個々お、個々人の同意が前提、必要となるということ。 はい、頭に留めておきましょうでこのいわゆる口座振込による賃金の支払い口座振込はこれ,、えーねあのー、これ通貨払いの、まあ、原則から見たら例外の話だということと、はい、いうことで、まあ、2つ目の保守受信も書いてありますけどもこれ同意については、えー、その形式は問いませんだからいわゆるその同意書でなくてもいいんだということと、はい、いうことを必ずイメージしておきましょう次12番ですはい12番に参りましょう 1か月の賃金支払額に生じた苗未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこれ、えー、認められる、まあ、つまり法違反は問われない、はいえー、答えは,答えは、ね なんで1,000、ね、円未満の端数については翌月に繰り越して支払うのであればこれ端数まあ端数処理というかねはい、えー、その1,000円未満の分だけ分を翌月に繰り越すということは,は認められているんだということですはいまあ他にもいろんなね端数処理のパターンがあってますその1個を星印に入れてますけどもはい、えー、ご参考まで、えー、次に行きましょうーテーマ休業手当13番に参りますはい えー、労働者は使用者の責めに期すべき自由によって休業を余儀なくされ,くされた場合使用者の行為または過失を主張立証できれば、はい、賃金のはいこれね答えは全額ですよはい、えー、ということで答えは丸一番全額を民事上請求することができますと、えー、しかし言いながら民法の一般原則労働者の最低生活保障について十分とは言えない、えー、場合もあるとおいうことではいまあ これ、要するに、あの、過失責任の原則のことを言っていて、まあ、全額請求、民事上できるんですけども、当たり前だけど、主張立証責任は労働者側にあることになるので、まあ、実際、時間もですね、ひょっとして、あの、ね、弁護士を、こう、 用立てるということなのであればそっちの費用もかかってくるわけですよね時間もお金もかかるんです、えー、これはちょっとやっぱり労働者を守ってるとは言えないよねということでだから労働基準法があるだから26条があるだから休業手当の規定があるとじゃあ休業手当って はい答えは、えー、100分の6 0一が正解ですよね平均賃金の6割を保障する、まあ、10割民事上請求できるんだけどもまずは迅速に6割をお労働基準法の休業手当という規定で、えー、確保すると、まあ、そういう関係性です、はいえーまあ、この一行目の使用者の責めにきすべき自由に該当するか否かのお具体例ということで一つ目の星印、まあ、これが過去の試験でもよく出題されている代表的なパターンですご参考まで。 さあ次いきましょう14番はい、えー、です14番トラ,トラック運転手に貨物の積み込みを行わせることとしその貨物が持ち込まれるのを待機している場合において全く労働の提供はなくとも出勤を命ぜられ一定の場所に拘束されている時間これ労働時間に該当するとさあいわゆるこれ何の話、えー、いわゆる手待ち時間の話ですよねということで2が正解ですこの手待ち時間と言いますはい、えー、次に参りましょう15番 えー、使用者は保険衛生業のうち、えー、常時何人未満の労働者を使用するものについてはあと、はいえー、週44時間まで働かせることができますよいわゆるこれ44時間特例といったら、はい、10人未満でね丸1が正解です10人未満のお商業映画演劇業保険衛生業接客娯楽業だってね、えー、今回保険衛生業おと言ってる ねえー、ということで、まあ、これは要するに44時間特例の話なんだということです、えー、さあ次に行きましょう16番変形労働時間制、えー、に入っていきます16番、えー、ですまずは1か月変形はい、えー、これはどうでしょうか1か月単の変形労働時間制を採用をした場合に時間外労働となる時間に関してと、はいえー、そうここにもあるように1日レベルとあとまあ下の方指印ね1週間レベル そして、えー、変形期間、ね、そういわゆる総枠の全体、えー、ですよね、はい。という3段階で時間外労働をジャッジしますよね。今回の説問というのは1日ののレベルの話、はい、1日については労使,協定労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、えー、何時間を超える時間を定めた日についてはその時間、えー、つまりその超える時間を、えー、超える時間ということですね。でそれ以外の日については何時間を超えて労働した時間がいわゆる時間外労働の時間になりますよと。 はい、答えははい、答えはね、どっちもね、丸い、えー、失礼、どっちも8時間が正解。最初は丸1、次が丸2です。はい。えー、ね、8時間を超える時間を定める、定める例えばじゃあ10時間、えー、ちょっと分かりにくいな、9時間、えー、8時間を超える、じゃあ9時間今日は働かせようっていうんだったら、9時間を超えた時間が時間外労働になりますよと。はい。で、それ以外の筆 ってことこはどういう日を指すかというと8時間を,、えー、を超えない日ですよね。 8時間を超えない日例えば6時間だって定めたんだったら、えー、これじゃあ何時間を6時間なのかってそうじゃない8時時時間間間を超えた時間が時間外労働になるんだよとということです。その日は忙しくないから6時間と定めた、えー、その日、えー、でじゃあ時間外労働になるのはっていったらその日のレベルで考えるならば8時間を超えた日です。はいえー、ということ8時間を超えた時間が時間外労働に該当するということ。 えー、つまりこれは設問どちらも8時間を入れる必要があるとさあ次に行きましょう17番、えー、ですフレックスです、はいえー、生産期間が何、はいえー、ちゃらを超えるものであれば生産期間における総労働時間が、えー、法定労働時間の総額の範囲内とすることのほかに、えー、当該生産期間をその開始の日以後を何か、えー、月ごとに区分した各期間ごとに当該各県を平均して 1, 1週間あたりの労働時間が何、えー、ちゃらを超えないものとしなければならないと。 はいえー、これ、近年の、あのーね、改正論点ですよね。あの労働基準法のいわゆる大改正の時の改正の一つです。これ、答えは、えー、まず一つ目が、あ丸1、一ヶ月。1ヶ月を超えるものであればと、生産期間がね、1ヶ月を超える。で、うんぬんかの範、はい、で、その後おもう、二、えー、つ目の説問も答えは1ヶ月です。はい。で、最後はね、50時間ですよ、丸二。 要はあのどれだけ忙しいその1ヶ月をですね労働者自身が作り出したとしても周平均に直した時に、えー、時間外労働の時間が50時間以内になってなきゃダメだよとどんなに忙しくても50時間を超えちゃ駄目っていう話、はいえー、ということをしっかりイメージしておきましょう。だからこれねその 週平均であの 50, 50時間を超えた場合にはもう法定労働時間の総額、ね、その最後までいかなくてもですねもうその段階で時間外労働だということが確定するということ必ず頭に留めておいてください次いきましょう18番ですねはい18番1年変形制です 1>, 1年変形性期間全体を対象期間と言います対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合における最初の期間についてははい、えー、最初の期間については答え二です最初の期間ぐらいは、えーね、労働日及び労働日ごとの労働時間細かく決めましょうって話です 最初の期間を除く、はい、各期間、はい、星の一つ目ね。要は、例えば、一、えー、つの期間を1ヶ月にするんだったらば、まあ、2ヶ月目みたいな感じですよね。2ヶ月目以降については、えー、ざっくりで構いません、えー。ということ。ね、ざっくりで構わないんだということをイメージしておきましょう。はい。えー、ただ、まあ、あね、その、 二か、えー、月目以降お、ね、近くなってきたら労働者にしっかり知らせる必要がありますよと、ね、ということで各機関の初日の少なくとも30日、えー、前にはですねあの過半数組合または過半数代表団同意を得て書面によって定めなければだめ、えー、労働者側とのコンセンサスを取ってくださいとそういう話さあ次に行きましょう19番、はい、1週間変形です、えー、1週間単位の非定期的変形労働時間制を採用するためにははい答え 1労使協定必ず必要ですねさらに1週間の各費の労働時間を少なくとも当該1週間の。 はい。丸1、開始前に、えー、書面で通知しなければなりません。開始前ですから、結構ギリギリだ,だ,だということになります。ね。だからそういう意味では、えー、労働者からするとお、シフトがですね、なかなか確定しないことになるので、なかなか大変な、これ、えー、制度ですよ。労働者にとってね。はい。だからこそ、一つ目の星印、1日10時間、1週間で40時間という,う,う制限が設けられているし、そもそもこれ適用できる事業場は、30人未満のご覧の4つの業種に、業態に限られるということ。 必ず頭止めておきましょう次です20番所定労働時間が7時間である場合に2時間延長するとき労働時間は9時間となりもともと7時間、えー、だったわけですから、えー、少なくとも最初は45分で足りてたわけですよねで2時間延長することになったから9時間そうすると8時間を超えるから、えー、トータル休憩時間は1時間必要となる最初に45分だったわけですからさらに丸、えーま、に15分ということですよね。はい、えー 最初は ① 次ははが正解でした、はいさて次にいきましょうお21番、はいえー、完全週休,休2日制を取る場合には週2回の休日のうちいずれかの日に労働させたとしてもはい答えは2他の1日の休日が確保されている限り法定、えー、法本条違反とはならない、えー、ということこの他の1日の休日これが要す数に法定休日だとそういう話ですよねさあ次にいきましょう22番 サブロック協定のなんちゃら効力はあなんちゃらあ生ずると、はいえー、そもそもサブロック協定をはじめ労使協定が持つ効力って言ったらはい一ですよね免罰的効力うですこれははい一届け出により生ずるうということはい以上を次行きましょう23番はいえー、ちょっとこれ全部は読みませんいわゆる特別条項付きのサブロック協定の話だということ えー、そうするとこれね複数月の平均って話になるんだよね。えー、ってこと1か月に、えーね、プラス1プラス2とかっていうふうに考えるとお2か月から6か月間いわゆる複数月の平均の話になって、えー、1か月あたりの平均、えー、複数月の平均がはい、えー、答えは答えは ○180、えー、時間を超えないことこれが求められるこれに違反した、えー、長時間労働をさせた場合にはですね使用者は はいえー、使用者は丸一、六6か月以下の懲役または丸一、三30万円以下の罰金に処せられるうということ、はいまあ、このサブロック協定の改正もさっきの、ね、フレックス11か月超えの、ね、生産期間の話と同じような感じで近年の労働基準法の改正論点、えー、ということ、ね、この辺りは非常にいい注意を要しますはい、えー、下に行きましょう24番、はいえー、始業時刻が9時 である事業場において、はいえー、法定休日の前日の勤務が延長されて次のね法定休日に及んだとはい、えーね、要は深夜残業が次の日になっちゃって、えーね、その次の日が要するに休日だった場合どうなるかっていう話でねはい、えー、さあ休日労働の割増賃金の対象になるのは、はいえー、法定休日の日の、はい、丸一ですよね、えー、午前0時からです、はい、休日というのは歴日で考えていきますので はい、えー、ということ必ず頭に止めておきましょうはいでは次に参りましょうお25番ですねはい、えー、25番複数の異なる事業主の支援のもで働く労働者についてそれぞれの、えー、事業上における時間外労働がサブロック拠点定めた延長時間の範囲内であるか否かについては自らの、えー、事業上における労働時間と他の使用者の事業上における労働時間をはいこれ通算 はい答えは「通算しない」が正解、えー、ですね。はい、えー、ということ <laughs> まあこれ今回のお、まあ、まあ改正というか、えー、ですね指針の方で明らかあになってましたね。まああのー、時間外サブロック協定、えーね、こうについてはその事業上事業上でやっぱり考えていくべきとおいうことでこれは通算はしない、えー、ということ。 だってそうじゃないと全員の労働者のですね、えー、その副業・兼業の状態を各自ヒアリングしてですね、えー、向こうの方でじゃあ何時間働いてるんだったらじゃあこっちではえ、ね、サブロック協定の,の限度時間を何時間で設定しなきゃいけないってねって一人一人で対応を変えることになって現実的ではないですよねということはいですからここサブロック協定、えー、2行目のね、えー、で定めた延長時間の範囲内であるか否かについてはこれは通算はしようがないよねということです。 さあ次に行きましょう。26番。えに参りましょう。はい、26番。えー、法38条の2、えー、これテーマ、事業場外労働ですね。はい。えー、労働者が労働時間の全,全一部値一分について、はい。え事業場外で業務に従事した場合において労働時間を算定し難いとき、はい。えー、さあこれ原則答えはこの後、正し書きが続きますから、原則論ですよね。原則は丸二所定労働時間労働したものとみなされるが正解です。 はいえー、その後ただし当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて、ねえー、労働することが必要となる場合には当該業務に関しては奨、はい、令定めるところにより「2」が正解ですよね当該,当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなすが正解ですはいさあ次に行きましょう27番今度は専門業務型はい、えー、さあ設問は2箇所ありますけども答えは何でしょう ね、ちょっとあのだんだん時間がなくなってくるとこういうふうにあの読むのをは,しょはしょったりしますんでねさて、えー、これ説問2つ1つ目が「2」「時間配分」の決定ですとか、はい、もう1つが「はいえー、もうつも2」「具体的な指示をすることが困難」ねえー、ということ答えはどちらも「2」が正解でした。 はい、まあ、つまりあの業務の遂行の手段とか時間配分の決定これを労働者自らがでらが、ね、裁量権を持ってるんだと、えー、だからあの上司としてはです、ね、事業主としては、えー、具体的な指示はしないんだというのが大前提ですそうじゃなければ裁量労働制は適用できませんはい次に行きましょう28番企画業務型裁量労働制です を採用するにあたっては、はい、労使委員会の委員のなんちゃら以上の多数決によって、例えば、えー、対象労働者のなんちゃらあ等を決議しなければならない。労使委員会の委員の決議の話って言ったら、もう数字は ②、丸二、五5分の4以上ですよね。はい。で、えー、その後、お答えは丸一、同意。個々人の同意が必要だということ。ね。えー、以上です。次に行きましょう。29番。はい、えー、29番。 えー、法四十一条該当者の代表的な人管理監督者です。えー、管理監督者ははい、えー、とは、えー、労働条件の決定その他労務管理についてはいさどっち答えは丸一ですね、えー。経営者と一体的な立場にあるものの意味です。 えー、これ名称にとらわれず実態に即して判断すべきだとなお管理監督者の範囲を、えー、決めるにあたっては、えー、資格職員の名称にとられることなく一つ目職務内容2つ目責任と権限はいさああと何でしょう4つ目は賃金等の待遇面はい3つ目は答え一勤務対応ですよねはい。 まあね、例えば管理監督者なのに、えー、他の労働者と同じようにタイムカードで管理とかされてないですよねっていう話、はいえー、まさか1分、ね、遅刻したら、あのーね、給料減らされるんですかっていう話ですよはい、えー、いうようなその,その勤務対応だとこれ管理監督者とは言えないんじゃないかと管理監督者って経営者と同等の立場にある人ですよ、ねえー、ということですさあ次に行きましょう30番行動プロフェッショナル制度ですね はいえー、に関して対象業務に従事する対象労働者に対し1年間を通じて何ちゃら以上かつ4週間を通じて4日以上の休日うこれはってこれ休日確保措置と呼ばれていますが、はい、まず1つ目の質問、えー、答えは答えは丸1 1 0 4日ですね、はいえー、さこの休日確保措置なんですけども、はい、最後のところ2つ目の質問答えは これね、丸一ですよね。はい、えー。これは使用者に義務付けられているものなんです。えー、下に、えー、あ、下にはごめんなさい、書いてなかった。えー、そう、これはあ、えー、使用者にこう義務付けられているものなんですね。さあ,あの、答えにはならなかった、えーせあの 2つ目の設問のダミーのね二なんですけども、えー、選択的措置って書いてあるけど選択的措置は下の2つ目の星印にあるこれらが選択的措置なんですね。でこのね選択的措置の中の一つに、えー、休日か、えー、連続休日確保措置っていうのがあるんですよね。はい、えー、この連続休日確保措置と 今回の説問になっている休日確保措置というのは全くもって別物だということ、ね、1年通じて104回以上かつ4週間通じて4回以上の休日を与えるとこれと連続休日確保措置選択的措置の一つになっているこれとは全く違うものだということを認識してください、はい、高プロ制度もですね、あのー、近年の労働基準法改正の箇所でまだ高プロ制度このようにドンと出題はされたことがないので十分気をつけたいところです。 結構コープロ制度数字に絡むところ多いんですよね連続休日確保措置は連続2週間の休日のことなんですねはい。さあ次に行きましょう